クワガタを飼育するときに必要なこと3点。1つ目はですね、環境ですね。クワガタを飼育するってなったときに、温度管理できない部屋とかでしたら、せっかく買ったのに、まあ、すぐ死んじゃったりっていうことがあるので、環境が必要になります。次に勉強ですね。で、勉強はもちろんそのクワガタが、だいたい飼育温度が何度ぐらいかっていうのを勉強する必要があります。細かく言うのであれば、交雑を防ぐためだったりとか、そのクワガタのオスメスの違い、2種類のクワガタのメスの違いっていうのも把握していくっていうのも大事になっていきます。で、3つ目は、家族の理解です。基本クワガタは室内で飼育ことになります。クワガタ飼育って、コバエとか、あと匂いとかが結構あって、で、それで自分はクワガタカブトムシ好きでも、例えば、両親が嫌いだったりとかしたら、肩身が狭い思いで、好きなね、クワガタ飼育をしなきゃいけなくなります。なので、もう家族の理解っていうのが必要なことなのかなって思っております。以上、クワガタ飼育をするときに必要なこと3選でした。